三遊間深いところバックハンド一塁へ送球どうだ競争になった、うん、落ち着いたアウトのジェスチャーでした。まあまあ言ってくれるかと思いきやね、いやショートの村松もこれいいプレーです。深いところからもう好プレーですね。うわーもうピッチャー返しピッチャーライナー取った、こんなことうん飛び出している。小笠原慎之介超反応、カーブをたまんないな、顔の前ですからね。本当ですね、これ取ったというより反応でグラブに入ったって感じなんですよ。でもねここでプロフェッショナル出ます。取った後もうこの瞬間に自分が何をするべきか分かってるんですよ、うん、ここです。ちゃんと一塁に追い込んでいる小笠原、セカンドへのゴロ、うん、ここセカンドの田中美希がうまいプレー見せました。スリーアウトになりました。6回の裏もこの小笠原ライトへ、これもいい当たりだ、ライトの右はライト追いついた、これはナイスプレーですよね。よく追いつきました、はい、ライトの丸、あナイスプレーです、はい、受けたかという当たりでした。まあ、そうですね、いい当たりではあったんですけど、はい、合わせたバッティングはレフトが出てくる、出てきてスライディングキャッチ、よく取りましたレフト立岡、難しい当たりだったと思います。最後はスライディングキャッチ、割と深めに守った分だけでしょうね。鈴木大地、レフトの前はどうか、追いつきました、ダイビングキャッチ立岡、飛び込みました、ちょっとスライスしていくんでね、まだ余裕はあったと思いますけれども、はい、やっぱその変化に対しての動きっていうのはですよね。シュート気味のライトへの打球は下がっていく、ライトここも追いついた、ここも鈴木大地の大きな当たりをナイスキャッチ丸です。長谷川外のボールです、ファーストゴロ、合わせ損ねた、ただ森下が来てました、ファーストは佐藤なんですが、今の森下の守りは健さんどうでした、まあ、守りっていうか、はい、たまたまこうカバーに入ったところにボールが、はい、まあ、運よく来たっていう感じなんで、まあ、ランにしてはこれね、まあ、隙がないっていうですよね、はい、少しずれてればとは言っても健さん今日も私攻めましたからね、捉えてランナーです、ね、バッティング、うん、ここはファーストが掴んでいます、佐野が掴んで2アウトです。三遊間はショート強打、いい守備を見せました、ワンアウト、西川慎吾三遊間深いところ打っていったんですが、ここは強打が逆シングルから遠投、うん、ね、はい、引っ張ってサード難しいバウンド、サード取って一塁送球、ブレッコープレー、まあ三塁手は昨日の胸もそうなんですが、うん、距離が短いですから強い打球、難しいバウンドになりましたけどね、ちょうど上がってくるところ、うん、サード佐藤寺木ワンバウンドスロー、落ち着いていました、2アウト、今日はホットコーナーよく守っています、いやしかしよく飛びます ね、 ねサードも ね、 ね、まあ、でも今もね、うん、ショートのランナーさらに向かっていく、3塁はタッチはこれはアウトです、ショートゴロで三塁に向かってきましたが中川圭太、ツーアウトランナーは一塁と変わります、
バックスピッチャー前だ。二塁に送る。ダブルプレーです。今のはでもすごいフィルディングですね。判断でした大竹。取ってからも早かった。早かった。ね、いやなかなか見えますね。一二塁間。だから飛びついてボールを取る。ファインプレー。ワンアウト。中野の好守備。ホークス打線というのは難しいんじゃないですかね。あーっとこれは戻れませんでした。近藤牽制タッチアウトになりました。ということで山野が結果この回も打者3人で終わらせています。ゆったり感があるので、プロも取れました。宇宙海の打球なんですがライト前進してきてまたですか。ナイスプレー丸山です。このシリーズは丸山にヒットを奪われています。ナイスプレー。ちょうど照明がね気になるという打球なんですけど、ね、あの辺りそうなんです、ね、はい、多分この辺であるんですけど今すぐ取りましたね。そう、もちろん